しくお願いします。舞台で遠征って博多座以来で、まあ、東京も遠征なんですけど、こうなんかなんていうんでしょうね、すごい新鮮な気持ちです。なんか年比48とか48グループのメンバーだけじゃない遠征なので、すごく新鮮です。東京行けんかった分明日楽しみにしてる。お楽しみに。ぜひ、なぜ小声、ちょっと近所迷惑にならないように小声にしています。石川、これね、北陸産の米を使用したたっぷりサラダ巻きのツナを食べました。カニカマと。舞台の裏側見ましたよ。ありがとうございますなんかね、ちょっと聞いてほしい。この舞台の裏側の編集をおとぎさんがしてくださってるみたいなんですよ。ガリベンくん、まあおとぎさんっていう方がいらっしゃるんですけど、編集をしてくださってるみたいで、で一回上げたやつが一回消えたと思うんですよ。なぜかというと、私がその劇中でね、作中でマリンがマネージャーナナミが興味ないくんにアドリブで腹パンしたりだとか、あと田中たけしくんに日替わりゲストが腹パンしたりとか、そういう腹パンをするシーンが多くて、私もちょっと一回やってみたいなと思って森田さん、大人小学生さんの森田さんがそのアクションとかお上手なので、一回バンってこう本当には殴ってないけどうってやらせていただいたのが、その動画に映ってたみたいで、後ろの方にね。でそれでそこを見たネビのマネージャーさんが、すいませんカットしていただいていいですかって言ったみたいで、消えたみたいですそうマジで迷惑かけてたね、もうびっくり。そう、想像しておいてくださいそう、多分私の腹パンがうますぎてガチでやってるように見えたんじゃないかなそう、私も見たかった。見てなくて、なんで消えたんやろって思ってたんですよ。あ、のぞなった、ごめんなさい。明日行くんですが、石川の気候ってどんな感じですか。今は雨は止んでるんですけど、どうなる、明日雨降るか。でもちょっと長袖で行ける気温でした。今日はむしろ羽織あってもいいかも。中半袖で羽織があるとちょうどいいのかなって思います。もうすっぴんですか。いえ、メイクしてます。ガチハラパンはダメですねダメでしょう。同い年の子が4人いて、私含めて、私含めなかったら3人いてその言ってたおとぎさんとももちゃんと
ももこちゃん、ももが2人いるんですよ、同い年だから。なんか同い年がいるってすごい嬉しくて、一人部屋です。なんかちょっと足の疲労がえぐい、足がすごい疲労が溜まってる。初見です、ありがとうございます。前ゼリフの分追加したよ、楽しみ、ありがとう。そうね、もう受付終わってるけど、お話し会、あの萌えゼリフの回を追加したんですよ。売り切れてたらいいなって思うんですけど、なんかね、こう来てくださるだけで嬉しいけど、やっぱ数字に出るから売り切れるという事実がね、やっぱ嬉しい、嬉しいですね。東京公演千秋楽翌日の公演どうだった？あ、そう、東京公演、舞台の東京公演の翌日に NMB48 のウィンクの公演をしたんですよ。じゃあ、しんどかった。アイドルの体力えぐいなって思いました。なんか私、あの舞台で皆さんが大汗かいてる時にちょっとしか汗かかなくて、いやなんでやろうなって思ってて、でも公演に出た時に大汗かいたんですよ、今までで一番で、あ、体力あるから汗かかへんのかなって思って、めちゃめちゃびっくりしました。アイドルえぐって思いました。そう、本当にびっくりした。かまいがち面白すぎてありがとうございます。嬉しいね、なぎさの名前を出させていただきまして、まあ、つかみとしてね、 NMB といえば渋谷なぎさでしょうってバラエティでは思うので、名前を出させていただきまして、私もでもその渚の女優バージョンになりたいですね。渚はバラエティに引っ張りだこですけど、私もそういう演技のお仕事に引っ張りだこになれればいいなって思います。そのための今の舞台かな、だからいっぱい学んでやるな、学んでやるぞって思ってますなんかやっぱ言葉に出していったり、こう売れたいとかもそうですけど、書いていった方が言霊絶対ではないけどあると思うので、これからはどんどん口に出していきたいですね。そう、でも女優にもなりたいけど、やっぱそのね、両立をできるのが一番いいですよね。
サイキック学園東京公演感激させてもらいました。すんげえ面白かったですありがとうございます。嬉しい、初見さん嬉しいです。そう、でもこのびっくりした冷蔵庫、なんかサイキック学園のね出演者の方とかってすごい向上心が高いと思ってて、で自分の夢をしっかり自分の口にできるし、こう人の夢も笑わずに真剣に聞いてくれる人たちだと思ってて、なんかそういう環境でいろんなことに日々挑戦させていただいてるのはすごい成長できるなって思います優しい、あとみんななんか優しい、すごい人って優しいですよね。なんかだからあのジーナさん HKT48 のジーナさんが出てるありのままに生きろ今っていうリモート演劇を感激させていただいたんですけど、そこでねなんかまあ、詳しくは言えないんですけど、本当に見終わって思ったのがこう自分を認めてくれる環境に今入れてるっていうことがどれだけ幸せなことかって思ったし、なんかリアルにその演劇の中の人たちみたいな人たちが世の中にもいらっしゃるんだろうなって思うと、すごい恵まれてるなって思ったんですよね。だから幸せです今すごい、そうね、舞台で同世代が多いと、確かに同世代が多いから刺激を受けてるのかな毎日。なんかなんて言うんでしょうね、まあ、NMB みたいな感じで、そう向上心がある人は優しくて強い、それなんか人のことも認めてあげられるし、本当に私の些細な作中劇中での行動も気づいたら褒めてくださる方が多くて、でツイッターも見てくださって、かまいがちあれ何で見れるのって言ってくださったりとか、なんか優しいですね。みんなのことを尊敬してます、うん、そうだから私もそういう人になりたい、余裕を持てる、余裕を持って自分のこともちゃんとできるし人のこともちゃんと見て褒めてあげれる人になりたいですね。そう NMB の公演に出たのも知ってたり、
そうなんですよ。なんかいろいろ本当に言葉にして言ってくれるから、すごいなんか報われた気持ちになるし、よし今日も頑張ろうって思える。あったかい、あったかい人たちですね、すごく。そうだからね、寂しいんですよね、終わるのが。まあ、今から考えてどうすんねんって感じですけど、あと4公演だけなので、寂しさもありつつ、でも全力でジミー敦子を演じたいなと思います。そう、言葉にするの大切ですね。あとあととか言い出したら止まらないんですけど、なんかわからないところとか、私がこうどうしたらいいんやろって思ってることを言わず、言ってないのに気づいて、ここはこうしてみたらとか言ってくれる、人たちが多くて、いやマジで感謝、感謝しかないですね。キャスティングされたらまた一緒に舞台だと立ちたい。キャスティング一緒にまたね、まあまあ気持ち早いけど、サイキック学園の皆さんとまた共演できるように頑張りたいですね。さては自信を持って頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。舞台東京であるの、いや東京も終わっちゃったんです。明日明後日の石川県の公演だけです。そう、天井の隅に何かシールですね、あれ。高野菜ね、参加したかった。喉が鳴く、喉が鳴る。配信はまだあるからぜひ見てほしい、本当に見てほしい。慈悲の盾よかった。いやマジで盾ね、もうちょいどうにかできるんですよ絶対。あのちょこまかしてるから、ちゃんと腰を落として大股でっていうのをやりたいんですけど、なんせ足が短いもんで歩幅が足りないような気がしてて、ちょっと明日やってみよう。サイキック学園オープニングがかっこよくて何回も見ちゃうね、見てほしい、嬉しい。サイキック学園精神超能力バトル、慈悲です。剣心みたいな感じ。そう、剣心めっちゃかっこいいよね。ルローニ剣心ね、見てください。見えるかな、ニキビできたの。やだ、もうこの年ニキビじゃないんかな、吹き出物。やだわ、デカめ。
ジェヒの名前がスクリーンに出る瞬間毎回グッとくる。ありがとうございます。嬉しい、嬉しいよね。でも川上千尋って出たらそういうことを何回も皆さんにお見せできるように頑張ります。ワンシーンだけ千尋が剣士に見えた場面があって嬉しい。全シーンを剣士に見せたいですね。全シーンを剣士に。おお、いい踏んでるな。ミホーク意識してみたい。ミホークは、ミホークはな、殺されくんの時にミホーク意識しようかな。強すぎるよな、ミホーク。ラッパー、ゾロもかっこいいよね。ゾロはマジでかっこいいのよ。こうこのまま戦うのやばくね。私マジですごいと思う。どうなってんのやろ、すごい。背中の傷は剣士の恥、合ってますか。慈悲は今回の舞台で徐々にハマりますか。ハマりそうです。三刀流みたい。いや、あ、そう、あのイキリくん、イキリくんでしたっけ、のイキリくんが、山本さんがゾロ役だったんですって。言っていいのかな、言っていいんですよ。のサイキック学園のイキリくん、ゾロウィンクの達人。ね、すごいよね、ウィンクの達人。なんか東京タワーでやってたワンピースの舞台でゾロやって、ゾロ役だったんですって。すごくね。ちなみに私のサイキック学園の推しはイキリくんと青春ちゃんです。陽キャ、陽キャが好きですね。皆さんは誰推しですか。うらら初めてです。うらら小松芸術劇場、うらら初めて。ジミアツコ神推しです。嬉しいですね。妖人か、妖家じゃなくて妖人ね。そうです、そうです。
小松ほんまに珍しいものなくてすまない、全然いいですよ。なんか雰囲気がいいですね、すごい。なんかある意味地元感があって過ごしやすいですね。阪神帽子強靭コンビもいいですね。親友くんもいいですよね。親友くん親友くん面白い、うん、シーンで言うと親友くんと青春ちゃんのシーンが好きですね、すごく。サンダーバード1回目な気がするけどな。でもなんかツアーで石川来たことある気がするんですよね。ツアーで石川来た気がする。うん、私の話、ツアーで石川来ましたよね。キュンキュンときめきときときハートネッシュと金沢ね、行きましたよね。そう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 、本田の森懐かしい。だからそれぶりな気がする石川。なんか今回は行き品に加賀温泉かな、加賀温泉っていう駅に泊まったんですけど、でっかいでかい大仏、仏大仏様が見えて、うわなんかいいことありそうやなって思いました。あれみたいやった。ルフィのワンピースの空島のさ、雷の人みたいやった。僕は天界君の才能に憧れるね、すごいですよね。こんな素敵なストーリーを描けるって。行き品、行き品、行きに、もう行くとき、行き品ってもうあれですね、エネル、エネル、エネルに見えました。そう、行く途中、そうそうです、行く途中に大仏がありまして、僕は15年ぶりくらいの石川県を、してくれるの、やれやれだぜ。じー恐竜との写真載せますね。私も一口焼きショコラ、めっちゃ美味しい。これくれるのすごい嬉しい。喉が鳴りました、ごめんなさい悪気はないんです、悪気はないから許して。勝手になるの、ほら中も勝手になるし。
大変失礼いたしました。これマジでおすすめ。一口焼きショコラ。うん、セブンの生き品に変えます。あ、早速使ってますね。お飲み物はダブルクリーミーです。カフェラテの金色のやつ金色のやつ、上の蓋が金色のやつ。セブン派？なんかそういうわけじゃないけど、今日はセブンイレブンにしか出会わなかったです。気まぐれクックさん見てますね。魚砂漠系の動画大好き。うん、うわ、クマ、きなこさん、クマありがとうございます。あ、今の抹茶キャンペーンとかの、へえ、まーい。慈悲のさば、魚さばいてる演技みたいどういうこと？はい、じゃあ今日は3枚におろしていきます。このね、長骨に沿ってシャーってしてはい、1枚開けましたみたいな感じ。難しそう。グラビアポーズ、あ、これグラビアポーズなのか。全然セクシーじゃないですね。三枚おろしできないですよ料理系、あ、アニサキスがいましたとかね、言って、なんか見るのはいけるんですけど、実際にもし魚についてたりしたら、私は本当に飛び叫びます。飛んで叫ぶ、飛び叫ぶまたグラビア見たいね。ね、グラビアね、みんながさしてたら私もあ、いいなってなりますね。まぶた開かないで、めっちゃ大きい さすがにアニサキスの実況始めたら推し変する、うん、
今日家にゲジゲジ出たわ。ねえ、ゲジゲジってたまにいますよね。なんか私さ、昔寝転んでた時に足元なんか小商売なって思ったんですよ。でなんか、あ、でもまあまあまあ、なんかまあね、なんか靴下の糸とかねついてるんかなみたいな。でパッて見たらゲジゲジがこう動いてて、ギャーって言いました。何も害はなかったんですけど、ゲジゲジも怖かったやろうなって思うんですけど、ちょっとさすがにごめん無理ってなりましたね。あれは本当に。皆さん推し変しないでください。そうそうなんです。でも私ナメクジ以外は本当に、ナメクジの近づけるんで、ナメクジが本当に無理なんですよね。本当に無理なんですよ。そう、そうそう、でこの前MV 撮影の時にカマキリがねいたんです。で久しぶりにカマキリ見て、もうなんかね、いやそんなでかいカマキリ今なんか何年ぶり、ヤッホーみたいなノリになるぐらいのでかさのカマキリだったんですけど、今カマキリみたいな色してる。めちゃめちゃでかくて、みんなででも踊るし、踊るときにそこにいたら踏んじゃうよってみんなでなって、ちょっとこう避けさせていただいて、めっちゃでかかった、びっくり。いやほんびっくりよ。カマキリも選抜。そんなカマキリのものはね、なんかこんなんでした。こっち見てた、ずっと。ここ小学5年生男子のルームかな。頑張れ。カマキリみたいな自転車あるよね。カマキリみたいな自転車昔よく走ってましたよね。今も流行ってんのかな。カマキリってタイプある。へえ、そうなんや。昔のヤンキー仕様なのやな。仮面ライダーカマキリだよね。へえ、そうなんや。タカ、トラ、バタ、タトバタト
なんかこれ前もさこのくだりした気がする。デジャブ、なんかデジャブな気がする。ファミレスのハンバーグ食べる仕事に戻ります。めちゃめちゃいい仕事やないかい。どんな仕事なんだろう。え、メニュー決める仕事。仮面ライダーカブト見てましたね。でレンジャーで言えばマジレンジャー世代。プリキュアは2人はプリキュアとマックスハート世代ですね。セーラームーン知ってました。セーラームーンごっこしてましたね昔。なんかセーラームーンごっこで私が何役、おばあちゃん役かなんかだったんかな。それでないと記憶がある。いやおばあちゃん役じゃなかったかも。忘れた。お邪魔女も見てた。ミニモニも好きでした。ミニモニ。アニメはウマ娘にハマってます。え、ウマ娘ってアニメなんですか。なんか普通に話してる千彦さん好きかも。ありがとうございます。ミニモニ大好き。ミニモニね、ミカちゃん推しでしたね。ミカちゃん、あのかっこよくて、なんかかっこいい系の女性が好きでした昔から。うん、理想の女性でしたね。生活音は冷蔵庫かな。明日のアフタートークも楽しみですね。そうですね、明日アフタートークがありますね。うん、あと今日あのいつもサイキック学園でいじってくださるレビフォーテッドのこととか、私マリンのことをいじってくださる担任の先生役の、総一郎さん、高木総一郎さんの、いつもインタビュー動画を上げてるんですけど、そちらに出させていただきました。動画を撮ったので、まあそのうち出ると思うんですけど、なんか同じ大阪出身なので、すごい話が弾む。進みますね。だからいじってくださってすごいありがたいですね。うん、そう、全もう担任役なんで全生徒のインタビュー動画を上げてらっしゃるんですよ。すごい
出たかったので嬉しいです。アフタートークの時関西弁で一気に親近感、そうなんか同じ大阪出身やからって言って、めちゃめちゃこう初めてお話しした時もすごい初めからなんかいじってきてくださって、なんかさ関西人っていじってなんぼみたいなところあるじゃないですか。いじればいじるほど仲良くなるみたいな時もあるじゃないですか。その時それでなんかすごいめっちゃ緊張したけど、そのいじってくださったおかげで和らぎましたね。そうね、役が担任の先生だから全員のキャストのいいところを見つけてるって言ってた。すごいよね。でも本当にいい人しかいないなよ、驚くことに。なんかさあこう競争する世界なんで、やっぱ悪いところもそりゃ見えるじゃないですか、多少はね。でも本当にいい人ばっかり、何回言うねんって感じですけど、本当にすごい。NMB に持って帰れそうね。え、持って帰りたいですね。 NMB はでももう甘えれる場所になってるので、私自身なので、甘えつつ甘えつついろいろ、接し方の面でたくさん学んでるので、持って帰りたいですね。明日の日替わりゲストはあいみんです。あいみんめっちゃ可愛いんですよ。今回石川の楽屋が安西ゆかりさんと夏目あいみさんと3人の楽屋なんですよ。でお二人とも今回の石川からで、であいみんに関しては初めましてだったんですけど、今日のお昼頃になんて呼んだらいいですかっていう話をして、あいみんでとかゆかりちゃんでとかそういう話をして距離を縮めつつ楽しんでます。そうでもね、人見知り出ちゃうのよ。なんか NMB に入って人見知りなくなったわって思ってたんですけど、人見知りでした。まだやっぱ根は人見知りなんですね。女子トークいっぱいしました。メイク道具、あこれ一緒だよとか、一緒だねとか言ってたり、なんか
音楽を。なんだっけ、なんか何話したっけな。何話したっけな。いろいろ話したんですよね。羊羹の話したりとか、いろいろしましたね。羊羹の話なんでしたっけな。ゆかりちゃんが羊羹持ってて、で羊羹好きなんですよねみたいな話になって、うわその羊羹手軽に食べれるやつやんみたいな会話をあいみんとゆかりちゃんがしてて、あえそんなんあるんやっていう会話をしました。羊羹なんかほんまに片手で食べれる手軽羊羹、羊羹好きなのって言ってた。あ、セブンのやつなんかな。いや、7個入りの羊羹やった気がする。うん、多分7個入りやったと思うけど、あ、スティックみたいなやつです。そう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 、皆さんあのサイキック学園のツイッター、大人小学生さんのツイッターぜひ見直してみてください。見て楽しんじゃって、 YouTube もねアップされてたりしていたりしていたりしますので、オープニング100回読んだ、ありがてえ。ちょっと眠くなってきた。バリ拡散しとうよ、ありがとう。13位オリア女子ジョーさん、12位ツヤポンさん、11位ワンホールマンわかんないな、ワン10位トモリンさん、9位シモリンさん、8位ヨックンさん、7位おでん屋さん、6位ジンちゃん、5位クニさん、4位ヒンちゃんさん、3位リンゴリンガリンゲストさん、2位セナさん、1位きなこさん、ありがとうございます。では皆さん、明日は石川公演よろしくお願いします。いってらっしゃい。明日も用意しなさい。